What's HIP-HOP? 始めた当初と変わってきてる、うんうん、ところはありますかね気持ち的なところは。そうだなも,うもちろんあのこの前なんかもちょうど、えー、DJ 豊さんと二人で、えー、地方行った時になんか昔はこうだったねああだったねって話をあのいろいろしてたんですけどやっぱり例えば初め俺らなんかが始めた時っていうのは。 えまず機材まあもうそれこそなかったわけだしえっとクロスフェーダーの付いてるミキサーを売ってるところを探すことすら俺10代の俺には無理だったしえっとなんだろうなもうそれこそあるもので俺も家にあった親父のミキサーをつないでえモノラルのフェーダーをテープで貼っつけて捨てるようにしてとかっていう実際 あの普通にディスコとか当時行っても、あのー、みんなそういうふうにやってたんでそういうもんだと思ってやってたし何、あのー、て言うのかなまああるもので自分の手に届く自分の身の回りのものでどんだけクリエイティブにできるかっていうのが俺がガキの頃の初めて入ったヒップホップだったんだよね。でそれがやがてこう機材だまあその、うん、カルチャー自体も大きくなってたことによってそれに影響を受けて。 始めるる子たちが増えるそれによって機材もうんビジネスとして成り立つようになってくるってことで今度またさらに機材がいろいろ進んでいってもちろんサンプリングマシンなんかもうん俺らが始めた当時はもう何秒しか撮れなかったものがもう今はもう一曲回ることでも撮れるしまあ何だったら下手すればもう今レコーディング全てがサンプリングみたいなものなわけでうんそういうことができるようになっていったことによってまたもちろん音楽のクリエイティビティの幅も いいいろろ広がっていってたと思うしただそのえ一つうんと何かっていうとその例えば最近になったらインターネットが出てきたことによってうん例えば US の情報がすごく早くゲットできたりすることであったりえ何かしらそ,のそれがなかったことに例えばセラートで今みんなが。 スクラ,ッチライブで DJ するのに対してもあ,のあれだったらそれこそパッと曲を作ってあの CD をいちいち焼かなくても昔だったらバイヤルをすらなかったらレコードかけられなかったのがもう今その日にすぐかけられるわけでそういう意味でもそのうーんいろいろと科学の進歩とかそういったものによってどん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 またさらにその中で。 新しい遊びを見つけて新しくしていくっていうのが多分ヒップホップだと思うんでうんあるものを追ってるだけでは多分うんそこのトップには立てないしその先をに引っ張っていけるやつにはなれないような気がするから、うん、あのやっぱりんだろうなどの世代でもできてるやつっていうのは、うん、意外と少ない。 自分のもう身の回りのものだけでなんとか作っていってっていうやつらが強かったりするのかなっていう気はするかな。